これより本日の会議を開きます。日程第1から日程第24まで、すなわち議案第90号から同第113号までを一括議題とし、これより本24件に対する質疑及び日程第25一般質問を行います。それでは通告に従い順次発言を許します。木村博之君。皆様おはようございます。自民党会派和み木村博之でございます。令和6年9月30日9月定例会一般質問4日目、最初に登壇させていただきます。市民の負託に応えるべき今回の一般質問の機会を与えてくださり、心より感謝を申し上げます。合わせてご配慮くださいました議員の皆様、感謝を申し上げます。さて、9月21日から23日におきました令和6年9月能登半島豪雨につきましては、ニュースなどで皆様もご存知の通り痛ましい被害となりました。お亡くなりになられた方々に心よりご冥福をお祈りするとともに、被災された皆様にお見舞いを申し上げます。連日のニュースで拝見しておりますが、崩壊した斜面からの濁流の後の凄さに驚くとともに、いまだ撤去作業が追いついていない現場では、今後の雨による二次災害が懸念されるとともに、今までにはなかった想定を超える災害リスクへの対応など、激甚化する災害の避難とはどうすればよいのか、深く考えさせられるものになりました。また、今年元旦に起きました能登半島地震で被災された方々の仮設住宅も数棟床上浸水に見舞われており、能登半島地震と今回被災された皆様が通常の暮らしができるよう、一日でも早く復興を願うばかりです。それから話は変わりますが、全国最大級の防災イベントが熊本であります。防災国体、これが来月の10月19日から20日に防災国体2014 in 熊本として開催されます。全国の持ち回りの開催で、九州では初開催となります。市民の皆様、よろしければぜひ参加されてはと思います。それでは発言通告に従い順次質問いたします。大項目1、自主防災組織について、今定例会では防災関連で複数の議員からも質問が出ており、気候変動などによる激甚化する災害への対策対応などには市民の関心の高さがうかがえる質問だと考えております。そういう私も、周りの防災士や消防団、自主防災組織の方々とお話をする中で、防災関連についてや避難所の話題は絶えませんし、時期的にそういった相談を受けてきました。では本題に戻しまして、本市の防災については八代市地域防災計画に沿って推進されていると承知していますが、この基本方針の中には、本市の防災環境の変化に的確に対応し、市民生活の安全を守り、市の持つ諸機能を確保していくため、男女共同参画の視点をはじめ、すべての人の人権への配慮を基本とし、災害の各段階に応じた災害対策、予防対策、緊急対策、および復旧・復興対策を積極的に推進するとなっております。この防災計画に基づいて、先日9月28日には、球磨川河川敷において、八代市総合防災訓練が開催されました。各30の機関と各団体合わせて438人が初動対応や連絡連携を確認しました。まあ、その他にこの防災計画には、災害予防対策として市民などへの
災害知識の普及に努めたり、自主防災組織の育成強化と定期的な防災訓練の実施に努めたりとなっています。さらに例を申し上げますと、災害に強いまちづくりを推進するため、地域災害の防止対策や建築物の浸水対策、耐火対策の促進などを図るなど、また要配慮者の関連施設の安全性の確保に努める、また防災拠点の整備を進めるとともに、各種資機材及び食料などの備蓄と消防施設の整備を進める、その他、情報連絡手段となる防災行政情報通信システムの整備を進めるなどがあります。防災については多岐にわたり、どれをとっても市民の安全な生活と財産を守るには重要なものばかりです。昨年6月定例会で、防災関連と避難所や防災士などについて質問しましたが、防災士については、その後、本市からの呼びかけの効果もあり、令和5年度の防災士試験に多くの方が挑まれ、36名の方が本市の登録防災士となられました。そこで今回は自主防災組織と登録防災士に関する質問です。まずはじめに、本市の自主防災組織の現状及び地区防災計画の作成状況と防災士の関わりについて、総務企画部長にお伺いします。なお、壇上での発言はここまでにとどめ、あとは発言した席から行います。総務企画部長、田中隆君。皆様おはようございます。議員ご質問の本市の自主防災組織の現状及び地区防災計画の作成状況と登録防災士の関わりについてお答えいたします。まず本市の自主防災組織の現状でございますが、本市におきましては地域の実情に合わせ、校区隊員や町内会隊員などにより本年3月末現在221組の自主防災組織が結成され、市内全世帯に占める自主防災組織に属する世帯数の割合は約 88% となっております。本市といたしましては、自主防災組織は共助の要として、不可欠な組織であると認識しておりますことから、各組織に対して訓練等の実施にあたっての支援をはじめ、毎年地域防災リーダー育成研修会を開催するなど、組織の強化と活性化に取り組んでおります。次に、地区防災計画の作成状況と登録防災士の関わりでございますが、本市におきましては、地域住民の連携強化や防災意識の向上、地域防災力の強化、さらには組織活動への参加者の増加や、公認への継承などに資するよう、昨年度より地区防災計画作成研修会を開催しております。昨年度の研修会には、市内の組織221組中75組に参加いただき、昨年度中に43組が計画を作成されました。今年度におきましても、9月2日から3日間にわたり研修会を開催し、63組に参加いただき、現在も継続して計画作成や見直しに取り組んでいただいているところでございます。なお、本市では地域の防災活動に積極的に取り組む意思のある防災士を八代市登録防災士、通称八代ソナエーターとして申請に基づき認定し、現在110名の方々に活動をいただいております。このソナエーターの方々には、事前に計画作成指導研修会に参加いただいた上で、地区防災計画作成研修会に出席いただき、地元校区や
庁内の自主防災組織の計画作成に対する支援を行っていただきました。今後も備えたの方々に協力いただきながら、計画作成研修会を実施し、自主防災組織と備えたのつながりをさらに強固なものとすることで、連携した活動を行い、自主防災組織の組織力の強化と活動の活性化につなげてまいります。以上、お答えといたします。木村博之君。どうもありがとうございました。本市の自主防災組織の現状と地区防災計画の作成状況についての回答は非常に具体的で分かりやすく、市の防災への取り組みが着実に進展していることを確認しました。自主防災組織の現状としては221の自主防災組織が結成され、市全体の約 88% がこれらの組織に属しているという統計は、地域の防災意識の高さが表れていると思います。市が共助の要として、自主防災組織を非常に重要視し、訓練や地域防災リーダー育成研修を通じて、組織の強化と活性化に努めている点も非常に評価できると思います。こうした取り組みが、実際の災害時に大きな力となるのは確実です。地区防災計画の作成状況と登録防災士の関わりについては、令和5年度からの地区防災計画作成研修会の開催により、地域住民の連携強化や防災意識の向上を図る取り組みは非常に有意義です。昨年度の研修会には221組中75組が参加し、43組が計画を作成され、今年度も63組が参加し、継続して計画作成や見直しに取り組んでいるという具体的な成果が示されて、活動が着実に進行していることを確認しました。特に八代市登録防災士、通称八代ソナエターの方々が計画作成の補助支援を行った点は、専門知識と地域の実情を結びつける良い取り組みです。これにより計画の質が向上し、実際の災害時に効果的な対応が期待できると思います。今後の展望としては、今後も認定を受けた110名のソナエターの方々との協力を強化し、自主防災組織とのつながりを強固にすることで、組織力の強化と活動の活性化を目指すという方針は非常に効果的だと思います。継続的な研修会の実施は、地域全体の防災力を高めるための重要なステップです。全体として、市の防災への取り組みが体系的かつ効果的に行われていることがよく分かりました。しかし、昨年度から始まった地区防災計画作成研修会への参加率が計算すると約3割、まだまだ少ないようです。今後は参加団体を増やす取り組みも行い、これからも市民の安全を第一に考え、さらなる防災力の向上に努めていただきたいと思います。続けて再質問です。先ほどの答弁にありましたように、市全体に占める自主防災組織に属する世帯数の割合が 88% と、多くの市民が自主防災組織に入っておられます。激甚化する自然災害では、いざというときに、この自主防災組織がうまく機能しなくては、救える命も救えません。そこで、自主防災組織の訓練などの取り組み状況や、登録防災士の関わりについて、総務企画部長にお伺いします。総務企画部長、田中隆君。議員ご質問の自主防災組織の訓練等の取り組み状況や、登録防災士の関わりについて、実績よりお答えいたします。本年5月、市内の自主防災組織を対象として行った令和5年度の活動状況調査によりますと、回答いただいた215組中153組において、訓練や研修会等の組織的な活動が行われています。その内容は、地域内の
避難所までの避難訓練や緊急連絡網に基づく情報伝達訓練、本市の出前講座を活用した研修会の開催、地域内における危険箇所の防災巡視などでありました。地区防災計画を作成された自主防災組織におきましては、防災講演会やマイタイムライン作成研修会の開催、本市の自主防災組織活動活性化事業補助金を活用した防災資機材の整備など、それぞれの計画に基づいた活動を実施されております。また、訓練等の実施における備えた後の関わりにつきましては、本市の防災アプリやメールの登録支援など、普及啓発をはじめ、自主防災組織が開催する避難訓練での指導や防災講話を実施されています。さらに、小学生を対象とした町内の危険箇所の巡視や、地域のジュニアリーダー研修では、防災の観点から企画や運営に参画されるなど、自主防災組織と備えたが連携した活動が行われている地域がございます。本市といたしましても、備えたが有する防災の実践的な知識と技術が自主防災組織で生かされ、組織の活動がますます活発となるよう努めてまいります。以上、お答えといたします。木村博之君。ありがとうございました。訓練や研修会の取り組み状況については、令和5年度の活動状況調査で、215組織中153組織が訓練や研修会を実施しているという具体的なデータは、市民の防災意識が高まりつつあることを示していると思います。避難所までの避難訓練や緊急連絡網の情報伝達訓練、市の出前講座を活用した研修会など、多岐にわたる取り組みが行われている点には非常に地域防災力を強化につながる取り組みです。地区防災計画の作成と活動については、地区防災計画を作成した自主防災組織が、防災講演会やマイタイムライン作成研修会を開催し、市の補助金を活用して、防災資機材を整備している点は、計画に基づいた具体的な行動が取られており、地域防災力を裏から支える素晴らしい取り組みだと思います。ぜひ、まだ地区防災計画を作成していないところへの支援をお願いし、地区の防災資機材については、いざというとき、市民の命に関わる問題になりかねないので、点検や整備が早期に済むようにお願いしておきます。備えた後の関わりについては、市の防災アプリやメールの啓発、訓練での指導や防災講話など、備えたが具体的に関与している点は、専門知識を地域に還元する良い取り組みと言えます。また、小学生を対象とした町内の危険箇所の巡視や、ジュニアリーダー研修での防災の観点からの参画も、次世代の防災意識向上に大いに寄与するものと考えます。今後の展望としては、市として備えたが有する実践的な知識と技術を自主防災組織で活用、生かし、組織の活動をますます活発化する方針は非常に重要です。継続的な支援と連携の強化を通じて、さらなる組織力の向上が期待されます。全体として、市の防災への取り組みが体系的かつ効果的に実行されていることがよく分かりました。特に、備えたの関与を通じて、専門知識が地域に浸透し、具体的な訓練や研修会が実施されている点は非常に重要であり、今後さらに必要になってくると思います。これからも自主防災組織の役員や組織の皆様、備えたの皆様が中心となられ、市民の防災意識を高め、組織の強化と活動の活性化を続けていただきたいと思います。最後にお願いがあります。まず、防災会議における女性委員の割合についてです。八代市防災計画では、第2編、災害予防計画の中に、第1節、予防体制の整備の中で定められており、こうなっております。1、防災会議の括弧3のところです。組織とあります。読み上げますと、災害対策基本法第16条第6項の規定により、
八代市防災会議条例で定めるとあり、また防災会議委員の構成にあたっては、男女共同参画の観点から、委員に占める女性の割合を高めるよう努めるものとするとあります。昨年の6月の定例会一般質問でお聞きしたときは、防災会議の構成委員が56名で、そのうち女性委員については、日本赤十字社八代地域奉仕団や女性消防隊、地域婦人会や女性男女共同参画社会づくりネットワークなど8名の方でした。国の審議会等における女性委員の割合は 30% 台ですので、これに倣うと女性委員は約倍の17名以上に増やすことがまず必要と申し上げております。しかしながら、先日担当者にお聞きしたところ、委員の任期は2年で、今年度は改選にあたり、今期は1名増えて、9名の女性が就任されたとのことでした。これでは、防災復興における意思決定の場合の女性の参画は十分ではないと言わざるを得ません。人口減少、少子高齢化がますます進む中、人材を確保し、多様なニーズ、リスクへの対応力を高めるには、女性が果たす役割が大きく、新たに枠を設け、すぐにでも女性委員の割合を増やしておく必要があります。そこで、防災会議の委員に推薦したい方々を紹介しておきます。昨年度から益城町で熊本女性防災リーダー育成プロジェクトが開催されました。これは災害における女性の視点を今後の防災・減災政策や地域づくりに生かしていく女性リーダーの育成を目的とした養成講座で、東北被災地現地視察を含む12日間のプログラムで、これを就労された八代市の防災士の方が、昨年度1期生で3名、今年度2期生で6名の合計9名おられます。自ら進んで学ばれた防災意識が高く、しかも防災スキルが高い方々であられ、防災会議の委員に必要な人材と確信しております。できますれば、今後、八代版となる八代女性防災リーダー育成プロジェクトを開催し、多くの方が受講され、各地域に戻って、指定避難所や自主運営避難所、あるいは自主防災組織などが活躍の場となれば、本市の地域防災力は格段にレベルアップするものと考えております。準備に憂うものなしと言いますが、防災についてもまさにその通りです。女性委員の割合を増やすことと、八代版八代女性防災リーダー育成プロジェクトの開催を支援することをお願いし、この講を終わります。木村博之君。大項目2、国際貿易港としての八代港の現状及び課題並びに今後のビジョンについて、まず2017年9月に策定した八代物流拠点構想は、九州屈指の交通決戦点としての機能が高まる八代地域の特性、ポテンシャルを最大限に生かし、当地域に九州の生産拠点を結ぶハブ機能を持たせ、成長著しいアジアをはじめ、世界と熊本県をつなぎ、多くのものや人が行き交う活気あふれる九州のゲートウェイとすることを目的とする構想であります。今般、八代を取り巻く、本市を取り巻く地域経済は、八代地震の復興とコロナ禍を乗り越え、少しずつ回復の基調が見えるようです。そんな中、熊本県が進める県営工業団地の整備や、菊陽町への TSMC 社の進出を契機に、半導体関連産業の進出や増設も進んでおり、九州が新たなシリコンアイランドとして発展するためにも、八代港の機能強化が求められています。これからの八代物流拠点構想の具現化は、
八代港の機能強化にかかっていると言っても過言ではありません。小項目1です。コンテナ取扱量の現状及び今後の対策について質問いたします。八代港における令和4年、令和5年のコンテナ取扱量を見ると、令和3年度に比較して減少傾向にあるようですが、その要因と今後の対策について、今後の対策について、経済文化交流部長にお伺いします。経済文化交流部長、野々口雅治君。皆様おはようございます。議員ご質問のコンテナ取扱量の現状及び今後の対策についてお答えをいたします。コンテナ取扱量の減少に関する主な要因としましては、令和4年は韓国船社の経営統合により、従来就航していたヒュンガラインと篠野港の配線が一本化されたことで、韓国航路の就航便数が週3便から週2便に減便したことや、週1便の就航であった愛媛オーシャンラインによる台湾航路が船舶の入れ替え等に伴い2週に1便に減便したことが考えられます。令和5年に関しましては、主要貿易相手国である中国や韓国の不況によるコンテナ取扱量の減少のほか、円安の加速が国内荷主の輸入控えにつながったものと分析しております。次に今後の対策についてですが、昨年より半導体製造にかかる原材料や県内の建設需要増加に起因した建築資材等の輸入における八代港利用など新たな貨物の取り扱いも増えておりますことから、本市といたしましては、まずは現在就航いただいている各船会社に対し定時制を確保していただくとともに、中国をはじめとした新規航路就航への働きかけを継続して行ってまいります。加えて県内荷主に対しまして、八代港利用の呼びかけを粘り強く続けていくことで、安定的な就荷につなげていきたいと考えております。なお台湾航路につきましては、半導体需要の高まりを受けまして、現在では週1便体制に戻っております。八代港は県内で唯一台湾との定期航路を持つ港という強みを生かしたポートセールスを引き続き実施してまいります。以上お答えといたします。木村博之君。ありがとうございました。コンテナ取扱いの減少要因について、韓国船社の経営統合や主要貿易国の不況、円安の影響による国内荷主の輸入控えなど、具体的な回答で理解しました。また、今後の対策として、半導体製造や建設需要の増加に伴う新たな貨物の取扱い増に対し、既存の船会社との協力強化や、新規航路の開拓、県内荷主への呼びかけなど、多角的なアプローチがなされていることは、担当職員さんが日々努力されていると感じられます。特に台湾航路については、半導体需要の高まりを背景に、週1便体制に戻ったという点は、八代港のポテンシャルを十分に生かしたポートセールスがなされている証拠と言えると思います。今後も引き続き、県内外の関係者と連携を強化し、八代港の機能強化に努めていただければと思います。続けまして小項目2番目です。八代港を核とする将来的な成長ビジョンの取り組みについてです。令和5年3月に策定された八代港を核とする将来的な成長ビジョンにおいて、物流面、人流面の課題はどこにあると考えておられるのか、また課題に対する現状での市の取り組みについて、経済文化交流部長にお伺いいたします。経済文化交流部長、野々口雅治君。はい、
議員ご質問の八代港を核とする将来的な成長ビジョンの取り組みについて、次席よりお答えをいたします。まず、成長ビジョンにおける物流面および人流面の課題のうち、物流面の課題につきましては、八代港は九州の中心部に立地し、交通アクセスに恵まれているという強みはあるものの、海上物流におきましては、航路数および便数が少なく、荷主に対しまして、十分な選択肢を示すことができていない点が大きな課題と捉えております。また、人流面の課題につきましては、市内におけるさらなるにぎわいの創出および近隣自治体との連携強化による多様な観光ニーズへの対応が課題であると認識しております。次に、物流面および人流面の課題に対する現状での本市の取り組みですが、物流面におきましては、既存航路の拡充や新規航路の誘致のほか、各種助成制度を活用した集荷対策の促進といった従来の取り組みに加え、新たな取り組みとして、物流の2024年問題への対応も含めたトラックドライバーの労働環境の改善や、脱炭素の取り組みを促進させるために、本年度、モーダルシフト促進支援事業助成金を創設いたしました。本事業は、輸出入にかかる物流ルートの切り替えに際し、八代港を利用することで、陸送距離の短縮を図る荷主に対しまして、短縮される距離に応じて助成金を支給するものであります。九州北部に所在する港などを利用する荷主に対し、ドライバーの負担軽減や CO2 削減といった、これまでとは異なる視点からメリットを提示することで、八代港を選択いただけるような取り組みを進めており、輸入港を博多港から八代港へ切り替えられた事業者など、これまで3事業者に対して交付決定を行っております。また、人流面におきましては、クルーズ船寄港時のタクシー不足を解消するため、営業区域外のタクシーが限定的に熊門港と八代を出発地として営業できる取り組みを新たに進めており、乗船客の市内観光の周遊性を高めることで、にぎわいの創出につなげていきたいと考えております。加えて、上天草市、人吉市、水俣市、本市で組織する熊本県南観光客誘致物産振興プロジェクト実行委員会では、近年増加している個人旅行客に向けた多言語版の観光 PR 動画を今年度中に作成する予定としております。県南地域の周遊観光につきましても、近隣自治体と連携した魅力発信を強化していくことで、多様化する観光ニーズへの対応を図ってまいります。以上、お答えといたします。木村博之君。ありがとうございました。八代港を核とする将来的な成長ビジョンにおける物流面と人流面の課題について、具体的な現状認識と対策が示されており、非常に理解しやすかったです。物流面においては、航路数や便数の少なさが課題として挙げられていますが、既存航路の拡充や新規航路の誘致、さらにはモーダルシフト促進支援金の創設といった取り組みが具体的であり、物流の持続可能性を高めるための努力が感じられます。特にドライバーの負担軽減や CO2 削減に配慮した視点でのメリットを示す点は、これからの時代に即した適切な対応と言えると思います。一方、人流面では、市内のにぎわい創出や観光ニーズへの対策が課題とされていますが、クルーズ船寄港時のタクシー不足解消のための対策や、多言語版の観光 PR 動画作成など、具体的な取り組みが進められていることは、非常に分かりやすく理解できました。特に、近隣自治体との連携を強化し、地域全体で魅力を発信する姿勢は、多様化する観光ニーズに対応するための重要なステップだと感じます。今後もこれらの取り組みを継続し、さらに発展させることで、八代港を中心とした地域の成長が期待されます。引き続き、
本市と関係者の皆様が一丸となって課題解決に取り組まれることを願っております。続けまして小項目3です。今後の港湾機能の充実についてご質問いたします。今後の八代港の発展にはコンテナターミナルの機能充実や加賀島地区の整備が重要な要素となるとなるものと考えておりますが、この点について本市の考えを経済交流文化部長にお伺いいたします。経済文化交流部長野々口正治君。はい、議員ご質問の今後の港湾機能の充実について自席よりお答えをいたします。まずコンテナターミナルの機能充実に関しましては、現在熊本県によりコンテナヤードの拡張が進められている状況です。具体的には現行約 5.6 ヘクタールの面積を1ヘクタール拡張し約 6.6 ヘクタールとする計画であり、今後増加が見込まれる半導体関連貨物への対応も含め将来を見据えた整備を進めていただいているところでございます。合わせて本市におきましても、昨年度港湾物流の省力化及び効率化を促進するための取り組みとして港湾物流 DX 促進事業を実施いたしました。当該事業では市内で港湾物流の中核を担う船舶代理店2社に対し物流システムの導入支援を行っており、今後の取扱量の増加に対応できる仕組みづくりを進めております。以上のことからコンテナターミナルの機能につきましては現状で必要とされる整備は進んでいるものと認識しているところでございます。しかしながら今後さらに貨物量が増加した際には当然港湾機能の高度化、受け入れ体制の強化も新たな取り組みとして必要になってくるものと考えておりますことから、引き続き県との連携を密に図り、荷主に選ばれる港となるよう八代港の利便性向上に努めてまいります。次に加賀島地区の整備に関してですが、令和3年度に一部変更された現行の港湾計画では、先端部分に水深12メートル岸壁の整備が予定されており、現在外交地区で受け入れを行っている輸出用原木の新たな拠点として位置づけられております。原木は八代港における最大の輸出貨物ですが、現在の八代外交地区では置き場の不足などの問題から他の港に流出している貨物も多いと伺っており、こうした課題解決のための方策として港湾管理者である県により加賀島地区の整備が計画されているところでございます。他方本県においては TSMC の進出により半導体産業が盛り上がりを見せるなど、100年に一度のビッグチャンスといわれる新たな潮流も生まれておりますことから、製造業をはじめとした工業用地需要の高まりに対応していくと、ことも本市として重要であると認識しております。現在国県におきましても次期港湾計画の基礎となる新たな長期構想の検討に着手されているところですので、加賀島地区の開発にあたりましては新たな企業ニーズにも対応できるよう国県とも継続した協議を行ってまいりたいと考えております。将来的な八代港の成長が本市のさらなる発展へとつながるよう引き続き関係機関と連携した取り組みを進めていきたいと考えております。以上お答えといたします。木村博之君。ありがとうございました。八代港の発展に向けた具体的な取り組みと課題認識が明確に示されており大変理解しやすい答弁でした。まずコンテナターミナルの機能拡充については、現在の拡張計画や半導体関連貨物への対応を視野に入れた将来的な整備が進められていることは非常に重要だと思います。また港湾物流の省力化効率化を促進する港湾物流 DX 促進事業による物流システムの導入支援も今後の取扱量増加に対応するための重要なステップだと感じます。この港湾物流 DX 促進事業の効果について、先日、港湾関係者から2024年問題もありますが、
現時点ではトラックドライバーの負担が減り、好評を得ていますよということでした。引き続き、県との連携を密にしながら、荷主に選ばれる港としての利便性向上に努めていただきたいと思います。加賀島地区の整備についても、輸出用原木の新たな拠点として位置づけられ、非常に有意義です。特に TSMC 進出による半導体産業の盛り上がりを背景に、工業用地需要の高まりに対応した取り組みが進められている点は、地域の経済成長に今後大きく寄与するものと期待されます。さらに、国、県と連携して新たな長期構想の検討が進められていることも、加賀島地区の開発において新たな企業ニーズに対応するための重要な取り組みです。これにより、八代港の将来的な成長が、本市のさらなる発展につながることを願っています。今後も関係機関との連携を強化し、八代港の機能充実に向けた取り組みを一層推進していただければと思います。関係職場の皆様のご努力に感謝し、今後のさらなる発展を期待しております。それではまとめコメントをさせていただきます。それでは資料1をお願いいたします。これは八代外交地区の図です。南側の方にくまモンポートがありまして、北側の方が八代コンテナターミナルになります。クルーズ船のくまモンポートとコンテナターミナルの間は、チップや丸太、それから穀物類、石炭、いろいろ積み込むバルク船が止まる岸壁となっております。くまモンポートの南側には、エコウェイトから伸びてきております加賀島地区があります。ここに先端の埠頭を浚渫して、ここに流木の拠点を設けるという計画がなされておるところです。次に資料2をお願いします。外交地区の拡大してみますと、北側にコンテナヤードがありますが、先ほどの質問の答弁にありましたコンテナヤードの拡張予定地は、南側に隣接する穀物飼料の輸入を取り扱うパシフィックグレーンセンターの敷地に約1ヘクタールを計画されているところです。本市が令和5年3月に策定されました八代港を核とする将来的な成長ビジョンでは、中長期の取扱量の目標は4万 TEU を超えるようです。今回、港湾の関係者にお聞きしたところ、この1ヘクタールの拡張だけでは、目標4万 TEU は取扱キャパを超えるので、コンテナターミナルの強化が必要とのことでした。具体的には、コンテナの荷物を取り扱う装置であるストラドルキャリアの3段積みからトランスファークレーンを設置し、4段積みへ機能強化が必要とのことでした。今後、取り扱いが増えた場合の対策として、トランスファークレーンの導入が物流を止めることなくスムーズに切り替えできますようお願いしておきます。資料にありがとうございました。続いて、加賀島地区を説明いたします。国土交通省九州整備地方局熊本港湾航空整備事務所が発信した令和5年3月31日付のプレスリリースでは、八代港の中期ビジョンの発表がありました。内容は、近年八代港を取り巻く情勢は大きく変化しており、用地不足や土砂処分場の確保の必要性、不当間アクセスの脆弱性といった課題が将来顕在化する可能性があり、九州地方整備局では、おおむね20年から30年先を見据えた際に、必要と想定される港湾の機能、役割を踏まえ、今後の方針、施策等を整理し、八代港における将来的な課題に対応するための方針、政策について、八代港の中長期ビジョンとして取りまとめたものです。その中で、
くまモンポートの南側まで埋め立てられた加賀島地区への不当間アクセスの脆弱性の課題に対しましては、外港地区と加賀島地区を結ぶ橋を架け、これを臨港道路として呼び、対策を打ち出しておられます。先ほどの小項目3の答弁にもありましたように、加賀島地区の不当付近が輸出用原木の新たな拠点と位置づけられていることから、この臨港道路が早期に完成すれば、外港地区から移動距離にして約8キロがわずか500メートルに短縮されることになり、輸送にかかる時間は短縮され、CO2 の削減、周辺道路の渋滞緩和につながるもので、不当の原木置き場の整備と合わせ、ぜひとも早期に完成をお願いしておきます。また、不当の先端部分は、大型のバルク船へ積み込みができるよう、海底を浚渫して掘り下げる予定となっておりますが、災害時に対応できるよう、三方とも耐震岸壁として置くべきではないかと考えております。続いて、外港地区のコンテナヤードについてです。冒頭述べました熊本県が進める県営工業団地の整備や、八代物流拠点構想の具現化を背景に、八代港の機能強化については待ったなしのスピード感を持って整備に取り掛かる必要があります。では、資料3をお願いします。現在の計画では、先ほど説明した1ヘクタールの拡張が限界で、ほかにはどこにもない状況です。しかも取扱量についても年間4万 TU 台で、それ以上はさらなるヤード拡張が必要になります。そこで、拡張候補地を検討するとなると、現在のコンテナターミナルの北側しかない状況です。しかし、すぐ使える陸地ではなく、海であります。埋め立てが必要になってきます。そうなると、ヤマハ熊本プロダクツ株式会社さんの設備と隣接するところでもあるため、埋め立て簡易の調整や、九州地方整備局所有船の海港の経由地でもあり、新たな移転先の問題もあります。しかしながら、解決できない問題ではないと考えております。事前に説明を行い、必要に応じて埋め立て範囲の調整や移転先候補を準備できれば良いと思います。仮に問題がクリアになったとして、埋め立てに取り掛かったとしても、この広い区域であるため、整地が済むまでは相当な期間がかかるのは、日を見るより明らかです。問題は、物流が増えると予想される県営工業団地の整備後の企業誘致と、八代物流拠点構想の具現化のタイミングではないでしょうか。資料さん、ありがとうございました。埋め立て、整地が早い分には何も問題は生じませんが、遅くなった、間に合わなかったでは、企業誘致に影響が出たり、八代物流拠点構想の具現化は、最悪の場合、白紙になったりする可能性が考えられます。したがって、コンテナヤードの拡張については、スピード感を持って、直ちに港湾計画の変更など、埋め立ての準備に入ることが必要です。併せて申し上げておきますが、外港地区の岸壁は、くまモンポート以外は耐震岸壁ではありません。避難断層の地震はいつ起こるか分かりませんが、コンテナヤードの岸壁が仮に被災した場合、ガントリークレーンが使えなくなったり、コンテナ船が着岸できなくなる可能性が高いと考えられます。そうなれば、八代港の物流はストップし、復旧までには相当な期間を要します。この対策としては、コンテナヤードの拡張により、埋め立てる岸壁は耐震岸壁とし、ここが完成後は、現在のコンテナヤードをすべて仮移転し、空になったところで耐震岸壁の工事を行うことができます。同様に、他のバルク船がつく岸壁、船の岸壁も同様に隣へ移転、機能を移転しながら、横へずらし工事を行えば、すべての岸壁が耐震岸壁で置き換えることができると思います。では最後にまとめますと、一つ、
コンテナの取扱量が年間4万 TU になる前には、トランスファークレーンの移設を行い、4段積みを可能とすること。2点目、外郷地区と加賀島地区の両埠頭を結ぶ橋、臨港道路は必要不可欠であり、加賀島地区整備計画では早期完成をお願いすること。3点目、加賀島地区の埠頭先端は災害時に対応できるよう、三方とも耐震完備化として整備すること。4点目、コンテナヤードの拡張については、コンテナターミナル北側を埋め立てる候補地として、早急に準備に取り掛かること。5点目、外港地区の岸壁は順次耐震岸壁化を図ること。以上の5項目を次回の国、県の八代港の整備促進に関する要望書に盛り込んでいただければと強くお願いしておきます。9月定例会、一般質問をこれにて終わります。どうもありがとうございました。